はい、お疲れ様です。本舗なんかです。和歌山の配達完了いたしました。任務完了しました。じゃあ、ほんなら今からな、あのトンネルが続くとこですね。海南トンネルです。はい、海南連続トンネル突っ込みます。なんかほら、ここの感じがなんかほら和歌山っぽい感じがするな。ま、この後ね、あのあれ携帯ホルダー修理せなあかんね。最初はほんまにごめんなさい、ディスってました。もうこんな携帯ホルダーもいらんわ、もう捨てよう、もうずっと捨てようと思っとって、もういらんいらん、もうこんないらんわ、ダッサい、もうないこれと思っとってんけど、まあでもまあ携帯ホルダー買うまでの間ちょっとずっと使っとって、2日かそこから使っとったら、もうなんかしらけど、もう3日4日目ぐらいになったら、いや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 、もうこの携帯ホルダーでないと無理みたいな感じになって、そう、ほんでもずっと使っててやけど、ちょっとあの壊れてもって、なんやろ、こう動くアジャストのところがこう動くんやけど、くる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 これ作り直そうと思って、そう、だからちょっとあの今からトラック片付けがてらにちょっとパパって作ろうと思います。あ、ちょうどええとこあるやんか、トラックちょっと荷台片付けたかったから、ちょっとここでちょっとパパッとやります。すいません、これ乗用車枠かな、これすいません乗用車枠だと思うんですけど、もうパパッとやるんでごめんなさい、パパッと片付けるんで、はい、ちょっとだけ止まらさせてください、すいません。こうなんかこう積み上げるときに、まあ、大体 こんな感じでよいしょって持ち上げたりとかするやん、こんな感じでこうやって持ち上げたりするけど、どんどんこう山が高くなっていったらなかなか積み上げられへんやろ。だからそんなときはな、こうやってな、こうやって映ってるから、こう持つやん、こうやって持って、ほんでパレットをこう持ち上げる、こんな感じ、こう持ち上げて、ほらー、こんな感じ、ほんで当たっておく、わかるかな、今のわかる、こうなんかこうやってするやんか、こうやってやったりするやんか、こうじゃ、これもええねんけど、まあこんな感じかな、こんな感じ、こうやって、まあちょっと重、もう木パレとか無理やで、あれは無理やけど、ちょっとこんな感じでこうやって手前に倒して起こして、左手で奥持ってこう、まあ、こんな感じでこんな感じもええし、まあこう置くからこうかな、こう持ってこんな感じ、よいしょ、ほんでここの足乗せんねん、ここの足のここにパレットの角を乗せて、ほんで右手で引っ張るね、ぐっと左手で添えとってな、こんな感じでぐっと持ち上げて、で、こうやってガーッと、よいしょ、はい、というね、まあ、どうでもいい話でした。はい、これやったら、まあこんなパレット軽いんで、そもそもスカスカのもうスカパレやから、これはちょっと重たい、もうレンタルパレットやったらちょっと重たいけど、まあそれでもこれぐらいやったらレンタルパレットで持ち上がるけどな、な、ほんまに。でもな、まあ、ちょっとほんと今日のパレット講座は終わりたいと思います。はい、パレットな、パレットはほんまにあれやで、みんなパレットは奥が深い、ほんまに奥が深いな。
このパレット最高、ほんまに。これ両方とも泣いてもな、イケイケやな、これな。これめっちゃやろ。